まあ、焼きうどんとしたもんやね。きゅうりの。何やらうどんを。あるもんですよ。家にあるもんでんじゃない。うん。人参と玉ねぎは。鍋焼きうどんみたいにするからね。あ、そう。そんなんしたことないね。ないけど、こうやってせんのできん。うん。お揚げがないし。それこそあのルーカフェチェさんのソースあるけどね。何それ。醤油と、はい、今端っこに置かんでも落ちそうな、うん、嘘みたいなね。みりん、うん、適量や、うん、これに対して こんなもんやろか。これタレを作っといて、細ネギ作っちょいて、牛ではするけど、豚は初めてや。やったことあるような気もするけど。ごま油。少し。はい。なんか変なとこ飛んだけど、
塩入れる。おーおーおーおお、びっくりした。キャベツ入れます。キャベツをぶっこんだ。これキャベツは生で食べても構わないですね、うん、これで味を見ないか。じゃあ、うん、薄い気がする。まあ、濃い、あんまり濃い味はいかんのね。濃い味は塩分が多分強いわね。塩も多少塩、最後にネギを入れて。はい、ネギをぶっ込んだ。これで出来上がり。うん、よおい、さあ、いいですね。あと何作るの？作らんよ、これだけ。うん、これ難しいね。それこそトングで取ったらいいんじゃない？非常に難しい。これでお腹張ろう。ルルをすればあったら、まずトング。うん、これ置くの、いつも長いな。うん、いつも分かるところに置いとかんって感じじゃない？おかしいね、おばあちゃん触らんのに。うん、まあ、もうええ。あ、ここにある。あんた返事せんきいかん。返事はせんろ。返事したらびっくりするわ。あ、今日はもう ご飯炊かんかった。うどん。うん、うどん。焼きうどん。焼きうどん、そうやね。まあ焼きうどんとしたもんやね。うん、きゅうりの。うん、きゅうり、それだけ。お父さん、ご飯です。ご飯、ご飯。さあ、この焼きうどん、いろいろ味付けしたけど、うん、ねえ、どうやろうね。食べる前から言わんといてくれる。はい、焼きうどんどうやろうね。まあいろいろ味付けしてやりよったけど、どうでしょう。はい、うん、確かに味は薄いような気はするけど、もうちょっと醤油入れたからよかったかもしれんね。まあまあでもあっさりしてええやん、うん、ではでは、いただきます。けど、食べないことはないね。うん、食べないことはない。お野菜がいっぱい入ってきた。まあ早い、食べるのは。シャバだか。どういった？シャバだと言うらえ。まあこれで足らん。すごい。薬を、薬を。よいしょ。